皆さん、こんばんは。今日は2024年7月18日木曜日です。今日のテーマは中国山中全会開幕しました。中央政府経済政策の方針にものすごい注目されました。そしてトランプ元大統領暗殺未遂事件についても また情報がありました。これについても報告したと思います。中国の三中戦会が中国軍側が運営する京西ホテルで開幕しました。注目されているのは経済に関する政策なんです。習近平は大会でレポートを読み上げました。今回の会議は15日から 18日まで開催します。合計370名以上の中国の高官たちが参加しました。会議の議題とは深く改革して現代的中国を実現しましょう。改革とはあくまで今回はスローガンなんです。実は改革に関する施策一つもないんです。 人民日報報道しました。思想を解放しよう。生産力を解放しよう。活発な社会にしましょ。う。大胆な姿勢で挑戦しよう。今までになかったことをやる勇気を持つことですよと報道しました。結構口調は強いんです。習近平は2013年から改革しました。中央政府、 まだ、党の組織を変えたんです。当時の目的とは、無駄な武士をなくすことでした。合計180万人削減したんですよと自慢しました。しかし、党、また、党その組織のことを拡大しました。真実の改革とは、国会の寄附を削減しました。習近平は当時、 関東省に行って自殺しました。はしごの指導方針を出してものすごい注目されて人気を集めていたんです。例えば、交換は外出するときに道路を閉鎖してはいけません。訪問する場所に行くときにその場所を警戒体制にしないとしてはいけません。現在ですね、習近平はどこにいても その場所ですね。人を全部なくすんですよ。綺麗にします。また、どこにでも赤じゅうたんはいりません。国民の関係式、さようなら式、いりませんよと。また、街にある関係する旗とか、スローガンの標識はいりませんよと、決めたんです。また、会議をするときに演説します。そこで自由に 発言しましょうと、台本は言いりませんよと、習近平は指導しました。ただし、習近平はその後、自分が作ったルールを違反しました。彼はどこに行っても街をきれいにしますので、自動車、自転車、人の通行を禁止にしました。まだ、周辺のビルの住民さんに自宅から出ていてもらうんですよ。 もっと遠いところに行って、ホテル政府が、あの、支給しますので、そこで泊まってもらいます。特別な事情がなければ、もしですね、あれば、警察官はその人の家に入って監視しますので。なので、習近平はどこにいても、赤中坦は絶対に必要です。また、歓迎式。これは必要です。そして、習近平は、 司法の改革をするよと指導しました。しかし2015年、記者の取り締まりをやったんですよ。これで多くの弁護士も逮捕されました。そして、中国警察もそうですし、裁判官もそうですし、みんな違法なことをしてきました。習近平は軍隊30万人削減するよと発表して、 当時はですね、国際社会にもものすごい高評価されました。でもその後、舞台で大修正をしました。まだ軍の改革もしました。結果ですね、習近平が作った候補支援部隊、これはですね、もう解散となってしまいました。元国防長官と元の元国防長官、習近平に 任命されました。習近平に大変信用されて、自分の仲間でした。でも、2人とも逮捕されました。そして現在は行方不明です。10年間過ぎて、中国の人民解放軍というのは、ますます腐ってきました。元国防長官はですね、みんな汚職、また不敗の理由で逮捕されましたので。 経済に関する改革とは、習近平は GDP の真実を追求すること、GDP が大事という文化をなくしましょうと指導しました。そして、科学技術の改革を目指すと決めたんです。しかし、この13年間、中国の経済はどんどん悪化してきました。経済は衰退するし、経済の規模も縮小してきました。 科学技術といえば、中国の Huawei という会社がとても素晴らしいんです。世界の主要国家へ進出して、現地の大学研究所と連携してやるんですよ。特に現地にいて、現地にいるエリートたちも雇用しますので、例えば日本もですね、当時報道されました。日本の大学生さんですね、雇用します。 日本の会社より高い給料を出すのが中国のファアウェイ社なんですよ。そして中国のファアウェイ社というのは中国の科学技術のリーダーシップとなっていました。しかし現在、ファアウェイという会社はアメリカに制裁されました。半導体産業にしても AI 技術にしても中国は何もかも西洋に遅れています。 三週前回で国家統計局今年第2四半期の GDP を公表しました。GDP は同期比4.7%増加です。第1四半期より0.6%下落したんですよと言いました。今年の前半1月から6月まで GDP の成長は5%成長できたんですよと自慢しました。 しかし、2023年1年間より0.2%減少ですと発表しました。しかし、香港のメディアがですね、国家統計局が出した数字をもう一回計算して、今年第2四半期の GDP の成長は同期比3.97%しかないですよと報道しました。コロナ終わったし、それでも 中国の経済は4.4%以下となったんです。今年の前半となると4.07%の成長でした。5%というのはとてもありえませんと。効果、東北国の報道官、これについて説明しました。最近、中国では自然災害が多いんです。その影響もあるんですし、また、経済の成長は 少し問題点もあります。特に国内では需要不足です。経済の循環はあまりスムーズではないんです。でも波があるのが普通なんです。経済は上昇する方向は間違っていないです。今年の後半について予測しました。国内より海外の経済状況が良くないので、 我々輸出産業は不安定です。予測は難しいです。国内の経済に関する問題点も多いですと言ったんです。ただし、関連する機構は我々認識しているわけですから対策もあるし問題はないんですよと説明しました。中国の経済に対して長期的に見ると成長ですよと言い訳したんですよ。 地区の国家、統計局に関するデータですが、6月、地区の小林業の業績ですね、2%の増加でした。2023年以来、最低の数字なんです。これはあくまでコロナ後ですね、それでも全然良くないんです。都市部の調査、資料率は5%ですと、1月から6月、今年の前半、 新築不動産の販売額、同期比、2013年同期比より26.9%減少です。不動産の投資というのは同期比10%減少です。金業の投資というのは同期比3.9%増加でしたよと自慢しました。これについて、ウォールストリートジャナルのほどですが、 中国の経済バランスが全然取れていません。第2四半期、中国の製造業と輸入で中国の経済は成長できました。しかし、国内での消費市場は引き続き不況です。不動産市場も回復していません。中国政府は大胆な施策を期待するんですよ。政府の指導方針を期待して、 経済は発展できますから。特に改革が必要です。改革して長期的経済衰退をこれはすることはできません。あるいは改善できます。習近平の目標というのは技術の強国、強い国にするんです。アメリカとか西洋に依存しないためです。中国政府は補助金を支給して製造業を支持して 輸出を促進しています。でも、外国との貿易事情は悪化してきました。中国製の商品、安い商品がいっぱい入ってくると、先進国の生造業はみんなショックを受けてしまいます。労働、環境、事業率も悪化しますので、中国政府の経済策について、もっと大胆的に、特に不動産業界を良くしましょうと、 経済が悪化して収入減少で支援を受け,る受けた消費者に対して減税するとか社会福利構成を上げることも大事ですよとしかしですね中国の指導者はあんまり経済のことを刺激していないんです何回か利下げはありました低金利の住宅ローンという制度も作りましたしただしもっと強い経済 刺激策はないんです。原因というのは中国政府は困っています。もし経済を刺激すると不動産価格はまだ高騰してしまうでしょう。また自民、元のレートのことも心配していって、減安となったら外貨は流出してしまうんです。先月、李強首相は話がありました。西洋株の薬上で 治療はしません。治療はしません。中国伝統の漢方薬を使って確実に正確に漢方薬を投入しますので少しずつ調整するんですよと李強首相は言いました。中国の三中全会で改革というのはあくまで強調はされました。ただし改革、開放について全然言及されていません。 あくまで習近平が登場してからの改革というものを主張しました。これは習近平にすれば改革というのはスローガンなんです。口先では改革をするんですよと言って何を改革をするでしょうか誰もわかりません。ただし今までの流れを見てみるとその改革というのは中央政府の権力、自分の 権力を強くするためです。特にこれから増税すると思われます。地方政府のお財布ですね、守りたいんです。そうすると、地方政府ですね、地方政府の命令に従いますので。まあ、中国ではですね、伝統的、あるいは東昇平の方針、改革とはですね、政府は自分の権力を手放すです。 民営企業を支持して自由に発展してもらって自由に成長してもらうんです。地方政府は裏に行って指導はしませんでした。でも各地域の地方政府はものすごい動いて自分の地域の経済を良くするために外資系を誘致してきました。これに関して地方政府は分かっていますので裏では確実に支持していました。 習近平は5月三等賞のことを視察しました。そこで発言しました。改革しても、党の地位が大事です。党がリーダーシップですよ、と言ったんです。マルクス主義を守ること、中国特色の社会主義制度を守ること、これが大前提です、と。これでわかるのは、今回の会議というのは、外国はですね、結構、 中国政府の経済策、簡単に言えば刺激策、あるでしょうかそれを期待しています。でも私はですね、何もないというふうに思います。少しの調整はあるとは思いますが、例えば税に関する施策の調整はあるでしょうと思います。目的はですね、地方政府の力を誘惑するためです。そうすると、地方政府は一いかつ、 管理できます。つまり、これは改革ではないんですよ。改革をやめていこうねっていう意味です。でも、習近平の口先では、改革っていう言葉を言わなければいけません。やはり、中国にある外資系は見ていますし、外国の投資家たちも見ていますし、また中国の国民も見ているんですよ。改革だといえば、 批判する人はほぼいないんです。まだ、三中全会の会議、開催する日ですね、国家、東京府はこの数字を発表しました。綺麗な数字を出さなければいけません。しかし、その数字を計算して、第二四半期、地区府の GDP 成長は4%以下でした。本港のメディアの生産では、計算では、 3.97%だったんです。しかし、第二四半期、中国の CPI、物価上昇指数は0.2%だったんです。なので、実質ですね、差し引いて、中国の第二四半期の GDP 成長は3.77%でした。国家、統計局の4.7%だと発表したんですが、0.1%差があるんですよ。それは物騒でした。 中国の経済は確実に衰退に向かっています。現在注目しているのはですね、中国の効果、統計局が数字を作りました。その嘘をですね、実はいつバレるでしょうかそれを注目したいです。あるいは嘘をですね、いつかつけたくてもつけることはもうできないんですよ。数字だいぶ出てくると思います。ただし、中国の効果、 統計局ですね、この数年間、公表した数字は、えー、経済成長に関する数字ですね、うん、公表されてもみんな信じなくなってきました。原因ですね、経済に関する数字を改ざんするのはあんまり良いではないんです。経済活動ですね、ものすごい複雑であって、一つの数字を改ざんすると全てがおかしくなってしまうんです。そして、 中国のメディアはこの間何をしてるでしょうか実はですね、山中戦火よりトランプさんの襲撃事件についてものすごい報道しています。中国のメディアはものみんな忙しいんですよ。主な宣伝とはトランプこれから大統領ですよと決定的です。もう決定しました。トランプさんの事件で中国の政府にすればとても嬉しいんですよ。 原因はですね、この間動画で話をしましたが、タンクローリーの車ですね、化石燃料を運んで、食料油を運んでいたんです。これについて、中央メディアは報道しなくなりました。また、タンクローリー車に対しての対策に関する報道もなくなりました。そもそもですね、ネットでは、どうして工事車両、あるいはタンクローリー車、 何を運んでから食料を運ぶでしょうかあるいは戦場しなければ行けないでしょうか例えば車ですね、こんだけありますので分けてやればいいのにというコメントもあるんですよ。まだ中国の国内でのダムの崩壊とか構水のものについても中央メディア全然報道しなくなりました。ネドでは タンクロリシャー、洗浄もしないで、食用の油を運んでいました。これに対して、中国のメディアが無視しました。中央メディアが無視しました。それから各地域の大雨とか、洪水とか、ダムの放火について、中央メディアも無視しました。2022年7月、鄭州市には、まあ、洪水ですね。当時はダムの放水でしたが、 洪水が発生して地下鉄、トンネルでは被害者がたくさん出ました。それから、低州市政府は34億円を出して川を拡大して、堤防にはですね、大理石の、大理石ですね、人工大理石ですが、それを張ったんですよ。ものすごい綺麗にしました。なので、地方政府ですね、当時は言いました。高級川を作って、 洪水はないよねと宣伝しました。しかしですね、この間、大雨が降ってしまって、川の堤防が崩れてしまいました。わずかですね、半年間ぐらいで堤防が崩壊したんですよ。もうこれがですね、おから工事だと言います。工事がとても適当です。当然ですが、亭州にはですね、まだ洪水が発生しました。つまり、この川ですね、全然 意味がないんです。まだ、地方政府は学校の給食補助金を利用しました。これに問題なんですよ。これについても、地方メディアは完全に無視です。全然注目しません。ネットではですね、地球の向かいにある国、アメリカの政治のことについて、とても重視しています。毎日ものすごい報道するんですよ。どうしてでしょうか この間動画で話をしましたが、トランプさんは怪我をしました。アメリカの国民は同情する、また心配するという気持ちはあります。その気持ちというのは、いつまで続くでしょうかわかりません。また、トランプ大統領以外にバイデンさんは参加すると思いますので、共和党が有利だと思われます。バイデンさんが辞めないでしょうかと思います。現在アメリカでは、 調査があります。USSS、アメリカ、国っていうのはシーフレットサービス、この企業がありますので、このシーフレットサービスのミスあるでしょうか容疑者はどうやって屋根の上まで登りましたかという疑問があります。これに関して元 USSS の長官が言いました。発砲する場所はトランプさん演説の台より100メートルほど 離れていて、通常でしたらそこはですね、そこには USSS の職人さんを配備するはずです。あるいはその屋根に屋根をですね、監視します。でもどうしてしなかったでしょうか。また、容疑者は発砲する約2分前、USS は容疑者のことを発見して銃を向けて発砲準備をしました。容疑者は発砲する前に 集会を参加する人々は気づいて叫んでいた人もいたんですよ。でも USSS 職員さんは無視しました。しかし USSS は容疑者が発砲するまで全然何もしなかったんです。そして容疑者は数発発砲してから発射してから USS は発砲しました。7月2 2日 USSS の長官は アメリカの公開、公聴会に出てもらって説明してもらいますよと、現在、公開ではものすごい批判されているのが現状なんです。まとめると、中国の経済ですね、私は良くなることはないというふうに思います。また、今回の3中3課について、具体的にどんな内容はあるでしょうか。多分ですね、税金に対しての施策はあると思います。 つまり、増税ですね。あると思われます。またこれについて、情報を収集して、報告したいと思います。この動画はここまでしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。